はお疲れ様でございました。お疲れ様でございました。もう年に一度のこのね、夢丸三之助二人会ということで、いや、無事終わりましたね。どうですか、毎年同じこと楽屋で言ってると思うんですけど、1年早いねって。いや、いいよね、今年一番早いかもしれないです、うん、ピタイチ。いやどんどん早くなってきますよ。そうだね、何もしてないのに1年が終わるってのはやっぱ早いよ。これ何もしてないってもありますね。いろんな良さが重なり合って今年がもう一番早いですよね。まあなんかね、そうですよね。もう最初の頃はほとんど緊急事態宣言でしたもんね。うん、そうですよね。ね、腹が立つのがずっとお仕事がないっていうのはなんかこういうもんかなと思うんですけど、うんうん、だからこう復活の兆しを見せといて、うん、次々にまたそれがなくなると一番腹立つんですね。まあまあそうですよね。分かんないんだよ、どっちかにしてくれよって。ないならなくてもいいけど、あるかと思ったらなくなるっていうのは結構ショックだからね。一番嫌ですね。ね、確かにそうですよね。ね、まあこういう商売してる、まあ音楽家の皆さんも、我々話家も、まあこういう一年を過ごして、まあなんとかそろそろもうこれで勘弁してもらおうじゃねえかっていう気にもなってるけどね。まあそんな一年でございました。いやそうですね。まあ、少しずつね、仕事はコンサートなんかはね、だいぶ増えてきましたし、うん、お客さんも別に席も開けずに、うん、いっぱい入れちゃっていいよみたいな感じで、うん、ね、落語界もそんな感じですか、うん、今私たちまるで制限ないんじゃないですか、うん、だって5000人以上の落語界ないからね。そうですね。そのなんとかドームとかでやる落語界ないですから、基本的にはいつもと同じようにやっていいんですけど、うん、もうお客さんの気持ちがね、この間が空いてる席に慣れちゃってるんで、ぎゅうぎゅうに入れられるとちょっと不安だなっていうのもあるし、うん、あとはまだなんていうか、なんか来ていいですよってことになってんだけど、はいそうですかっていうわけにもいかないっていうのはお客さんだと思うんですよね、うん、だからこうやって配信で聞いてくださったり、そうですね、いろいろでまだしばらくはしょうがないじゃないですか、うん、そうですね、うん、まあ、さっきお客さんいたからね、やっぱお客さん本に立ってますけど、うん、まあ、本当は配信が一番大事なお客様ですから、うん、こういう飾り取りがよくするかとか信用がずっとしてるんですけど、まあそれがね、夢丸さんらしくていいんですよ。いや、うん、一貫しないとこも一貫性がまるでないです。主体性もないです。でそのコロナ、さっきの話ですけど、うんうん、コロナって予選も一つ進歩がありまして、さっき楽屋で話したんですけど、うん、新宿セヒルテがですね、はい、今まで飛沫防止でこってなんかこう透明な板をお客さんと、うん、芸人の間に置かれてアクリル板ね、あれが撤去されまして、うんうん、素晴らしい進歩ですね。もう話し家からもう本当に評判の悪い、あれはね最悪ですよ。まず自分の声がうるさい、跳ね返ってきますからね、うん、そして自分の姿が映るんですよね。そかそか、自分の声を浴びながら自分の姿を見ながら落語やるって拷問だよね、うん、結構僕飛ばすタイプじゃないですか。つくんですよ、お客さんが来たで、あれ僕があれを設置されたその日に楽屋にいたんですよ、うん、でみんなやっぱりなんだよこれって言うじゃないですか、うんうん、そしたらその設置した石亭っていう社長ですね、うん、はいはいはい、があったけど、おいあれいいだろう、素晴らしいですね。みんな風見取りがいいですよ。しょうがない、芸人ってそういう生き物だよね。そういう生物だ。ゆうゆうさんね、今日もありがとうございます。アクリル板なくなったの嬉しいですねって。そう、ちゃんとこう、そうコメントをどんどんいただいてね、はい、我々それにお返事をしていくっていうことですよ、はい、嬉しいです、本当に嬉しいです、ね、もう暗証番号でも何でも夢丸さんを答えますから、ぜひ聞いてください。4196。いやそうか、アクリル板そうね、我々コンサートは1列2列前を開けるみたいな感じでやってる場合が多かったですね、うんうん、でもうここはアクリル板置いたらもう終わりだと思ったんで、うんうん、声楽の方はどうなんですか、声出すからね、はい、でもね、うちでやるときはとにかく2メートル開けよう、まずそこからやって、うんうん、それで、うん、だからお客さんも他の楽器のコンサートよりもちょっと減らして、うんうん、スペース取って、だけど、ね、ちゃんと歌っていただきましょうっていうことでね、うんうん、合唱の人とかなんかね、すごいこんなマスク、あ、近いからね、どうしてもね、して、うん、で合唱のクラスターっていうのも結構あったんだよね、実際に、うん、うん、まあ、ああいう人たちはでも本当にかなり用心して、うんうん、やってて、合唱なんかもだいぶ復活してきて、いいことですよ、この間ひどかったのはね、その
まあ、合唱やってもいいけど、うん、いっぺんに歌える人は80人までですっていうふうに、うん、打ち合わせの時にホールから言われちゃって、うん、合唱団160人用意してたんですよ、うん、でもアマチュアの方々なので、うん、そのね、あぶれてやったって帰る人は誰もいないわけですよ、うん、歌いたいわけですよ、歌いたいわけ、うんうん、で一生懸命考えたその主催者がね、じゃあ2回やろうっていうわけですよ。おー、このね、2回やるってことは僕ら同じプログラムを2回やるわけですよ、うんうん、そして歌い手は変わるわけだから、歌い手は変わる、全特会、はい、うんうん、大変ですよ、2回やるの。だって2時間のプログラムを2回やるでしょ、うんうん、でいや僕らもね、うん、あれですよ、お客さん入れられないから、うん、同じものを2回やってくださいってよくあります。今でも明日やっぱり、うん、船行くって言ったりですか、うん、で2回分けてるんですよ、うん、でさっきよろしくお願いしますって言ったら、うん、すいません3回になりましたって、うん、3回です。あ、腕が上がるな。そう、そういう時って同じものをやらなきゃいけなくなるんですよ。僕らは好きにやればいいじゃんと言われるけど、うんうん、やっぱりなんて同じ集団を分けてるから、例えばそのお客さんが後で会話が合わなくなっちゃうじゃないですか。あ、聞いた話が違っちゃうわけだから、うん、だから僕らも同じネタを、まあ、ちょっと同じにはできないんだけど、一応ネタは同じにして、うん、でちょっと枕とかはちょっとどうしてもその時その時で変わっちゃうんで、うん、まあ、そんな感じでやる落語家すごい多いですよ。まあ、ちょっとなんかまあしょうがないけど、ちょっと損した気分よね。別にだって2回やったからって倍もらえるわけじゃないからさ、まあ、そうか、同じですから。いや、うん、そう、いやだからそういうね、こう、うん、みんな涙ぐましい努力してるんですけど、うん、またコメントが、以前歌舞伎を見に行ったら浄瑠璃の方がマスクをしてって辛そうでした、うん、いやそうですね、そりゃそうでしょうね、うん、人前に出るときマスクってさ、やっぱりね、うん、なんてこの辺の情報ってすごい大事なんですよ、うん、それはあの音楽だから音だけ聞こえればいいって言えばそうかもしれないけど、うん、演奏してる人の表情とかって、うん、その音楽に乗ってすごくこう音楽を豊かにするじゃないですか、うんうんうん、だから僕らはもう特にそうですよ。僕が喋ってて、うんうん、まあ、まず喋ってるっていうのは口が動いてるわけだから、うんうん、そこを見えなくしちゃうっていうのは相当なんていうのかな、聞き手にとっては大変ですよ、うんうん、あの読心術ってほどじゃなくても人ってやっぱり唇読んでますからね、うんうんうん、でもちろん表情もあって、うん、だそれがここで覆われてしまうってのは本当困るんで、うん、だからあのマスクしてやってくださいってある会館から言われて冗談じゃないと思って、うん、それでいろいろ交渉してアクリル板を購入したってことはありましたね。あ、私はあのプロじゃないんですけども、うん、やっぱり寄席林の演奏で笛吹いてくれた、うん、人前で、はい、でやっぱり飛ぶからあのマスクしたまま削られるですね。それマスクの中にこうやって差し込むのか、差し込んでこうやるんですけど、はい、やっぱり吹きづらいですよ。なんかちくわみたいになっちゃうよ。そうそうそう、あのもう獅子丸みたいな、うちのスタッフ笛吹きですけど、そんなことやってた。いやもうプロですから、もうアマチュアはもうお前らなんとかなんともしろっていうことですけど、でもなんかね、フルートなんかだと、うん、なんか打った口のなんかところになんかやっぱりアクリルっぽい、あの食品売り場のおばちゃんがこうやってやってるみたいなやつね、はい、やってるような、うん、あとマスクとか、うん、マスクの中にズボってこう、ああ、どうしますか。あ、同じ、同じ方式ですね、うん、ちくわ方式、ちくわ方式、ちくわ方式。だからみんなね、結局分かんないわけですよ、うん、確立した方法がないから、うん、工夫するしかないし、うん、どのぐらいあのな対策をしっかりやるかやらないかも、うん、そのアクセルの加減が分かんない、うん、もうちゃんとやろうと思ったら、うん、そもそも中止でしょ、うん、で中止にしない上でどこまでアクセル踏むかっていうんで、うん、マスクだったりアクリルだったり、うん、ね、半分にしたりとかいろんな工夫をしながらやってきたわけですよね。そうね、うん、でも噺家さんはやっぱりマスクしては絶対ダメですよね。まあ一回やっぱり講座はないんですけど、うん、稽古でお互いマスクしようって言って、うん、やるんですけど、うん、やっぱりこう喋ると湿るじゃないですか、はいはいはい、湿ってくると通気性が非常に悪くて苦しいよね。だからね、いっぺん僕落語会でやってみたことある、はい、普通に、うん、普通にやってんだけど、いやそんな今みたいな話になったんですよ、うんうん、枕で、うん、じゃあちょっとマスクやってみますって持ってきてるから、うん、これでやってみましょうよっつって、うん、マスクして喋り始めた。だからやっぱりお客さんやっぱ分かんなくなるっていうんですよ、うん、今までこの辺が見えたのと、うん、見えてないの全然やっぱり伝わり方違うんですよね、うんうん、
うん、単純に苦しいんですよね、うん、でそれ僕は稽古つける側でマスクしてやって、うん、でそれでちょっと聞き取りづらいかもしれないからちょっと2人で聞き直そうかっつって、うん、IC レコーダーですよ、うん、聞きましたら、うん、はっはっすごい変態のいたずら出るみたいな、うん、結局やっぱりマスク出してもう一回やり直しましたね、うん、音もちゃんと取れないよね、あれね、マスクしてるともごもごして。そうね、うん、僕らなんか別にね、もちろん、ね、口からなんか出すわけじゃなくて、ただ弾いてるだけだからあれだけど、うん、でもやっぱマスクがあるとないとではだいぶ違いますよ、うんうん、だってあの弦楽器だってブレスはするでしょ。いやもちろんもちろんね、うん、あの曲に合わせてね、うん、そうそうそう息を引き込むわけじゃないけど、うん、すごく息の音聞こえるもんね。そうですそうです、そうです。でそこに全部 のそれこそやっぱり締めるから、まあ、そうするとで、ね、でバッチシここへ張り付いちゃってもうその後もうやりづらい。忍びがあのなんかこう殺す寝てられない顔に思うみたいなやつ、ね、苦しいもん大事、なんでそんな苦しい思いをしてやんなきゃいけないんだですよ ね、うんねうん、いやそうですか、船どこまでぐるぐる回る今回ですね、あの まず一回新幹線のが意味が分からないですけど新幹線で神戸まで行きまして、はいはいはい、で神戸が瀬戸内海を通って、うんはい、鹿児島に行って、はい、でまた戻ってくるという、うん、だから今もう1週間2週間単位の船ってないらしいですね。そう、今もうクルーズは国内のみですね、まあ第一海外行けないからね。まあそうですよね。でそのいつ中止になるかそういうのも分かんないから、うん、短いクルーズを企画してトン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 やる。で私去年ね中止になってる。あ、そうそれは台風で。コロナ的には OK で全部 PCR もしてそれで明日乗るぞっつって、はい、いたんですよ、はい、そしたらね台風来ちゃって全部中止、そういう要素もあるわけですよね。そうですね、うん、そうか。そういやそうね、船だったら大体船から始まったんですもんね日本はね。そうなんですよ、そう、それでまたみんなちょっとねデリケートな感じになってるっていうのもあるかもしれませんけど、うん、でも船はもう全員 PCR して乗りますからね、うん、お客さんがね。で一回白になってるんですけど明日またお客さん17時からなんですけど、うん、昼前に来てもう一回 PCR 検査。そう乗る前ね、だから事前にやって、うん、で乗る直前もやるんですよ。でも1日はかかるでしょ結果が出るのは。だからもうその場で出るやつですよ ね、 ね。それはもうちゃんとしたやつでやるんですよ。簡易的なんじゃなくて、もうしっかりもうそのためにもうなんかこうね係の人が来ててとかっていう。最近あったのはね、待機っていう仕事があって。待機。ウェイト。そう。うん、それはね山口県の宇部で公演をやりますと。うん、で。リハーサルがこの日にあって、うん、でこの日で陽性になっていない人がそのオーケストラに参加します。もう補欠を作るわけ。そうです。で僕は待機っていう係で、実際出る予定の人が、陽性になったらそこに入ってくださいっていうので、PCR 検査も何日か前に出して、うんでめでたくもう何もせずにギャラをいただくというですね。大役ね、大役候補、はいはい、それあれだ、飛行パイロットと一緒だ。パイロットさんってやっぱり急に具合悪くなったりする人もいるから、うんうん、必ず待機がいるんですよ。だ待機で出勤して、うん、今日は何もなかったとか、うん、あと連絡取れる何分以内に連絡して空港へ来られるところに行ってくださいとかっていう仕事があるんですよ、うんうんうん、なるほどね。もっと短いと寄せの予備ですね。予備だね、予備。昔は予備あったんですよ。ああそうなんですか。誰かいな出らなくなった場合にずっと2つ目が待機して、そうそう、まあ俺の500円ぐらいなんですけど、そうそうそう、そうなの。それはねでもねあれだよね、急に病気で来られないっていうんじゃなくて、なんか知らないけど来ないっていう場合に対応する。パチンコが出過ぎて来ない。そうそう、どうしようか溜まっちゃって来らなくなっちゃった人とか。結構緩いですよそうやって来ない人は、ね。なるほどね。うん、そうか、いやいやだからそれはね最近。まあ、オーケストラでも あるし、からミュージカルとか、うん、みたいなやつなんかではそういうのが最近できるようになって、ね、本当に何もしなくてもギャラがもらえるって、うん、でも演奏はできなきゃいけないわけじゃん。そうですそうです。まあまあただぼーっとしてるじゃん。普通にその演奏で参加できるような準備をして、はいはい、それで待機してるて、ね、聞こえはいいですけどね、そういうふうに言っとくとね。いやいやでもそうそうなんです、うん、いや実際にほらやっぱ大きい
あのオペラとかが中止になってますからね。いや、そうなんです。だからそうそうそう、やっぱりそういうのはまずいんだろうって言うんで、うん、そういう予備を考えるってことになった、ね、うんうん、まあ、あのオペラなんかはそう、やっぱり主要なキャストは必ずあのカバーっていうのがやっぱり いるんですけどね、うん、オーケストラのその末端のところまでそういうのっていうのはこのことになってからやってるもんで、うん、どっからお金出てんだろうねみたいなのがね、うん、まあ毎回かかるわけですよね。そう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 、だから中止にならないようにする保険と思えば、うん、まあ確かにそういうことですかね、うんうん、まあいろいろね工夫、そういうところはこう工夫が、ね、うん、できて、やっぱそれで公演をやっていくっていうのは、うん、まあ、1年間皆さん勉強したんでしょうね、うん、きっと ね、うん、まあでも無駄といえば無駄だしね、 それはね、無駄になってくれた方がいいですよね、うん、まあ、まあまあそうですよね、うん、でもまあやんなきゃいけないことになったってことですから、うんうんうん、そんなとこですよね、うん、どうですか来年以降はどんな感じになりそうですか。分かんないんですよ ね、それはまあ僕らも分かんないんで、仕事が入ってくるスパンがすごく短くなってしまって、うんうんうん、あの前だったらこの時期って来年の6月くらいまでの仕事がある程度入っていて、その流れの中に他ね、キンキンで入ってくる仕事をはめていく感じになってたんですけど、今全然来年仕事ないんですよ、うん、やる方も及び腰になってくるわけですよね。うん、まあね、中止になっても困っちゃうんでね。そうだから今から例えば5月6月を企画をしてもしょうがないと思ってんじゃないですか、うんうん、やるつもりはあるんだけど今から予定して中止になるとまた面倒だから、うんうん、またもうちょっと近くなってからっていうんで、そのスパンがちょっと短くなってる気がしますよね、うん、確かにそれはあるかもしれないですね、うん、って思いたい。じゃないとじゃあ来年もこれかってことになっちゃうからね、うん、1回1個だけ電話かかってきたの延期でお願いしますと、うんうんうん、8年後に次、いや8年生きてるかどうか。そうだね、頑張って生きてなきゃいけないね、ま、それは何回忘れてますよ8年後に、うん、なぜ8年後分かんないです。多分そこまで行けばコロナも収束してると踏んでるんじゃないですか。すごい読みだねそれは ね、なんかそのさ何年に1回の記載みたいなもんじゃないの。そうそうそう、秘密会長そうそう、そういうとこ呼ばれたんじゃないの。次の祭りはもう8年後なんですよみたいなね。でも、うん、それかけると逆にあもう8年間は呼んでもらえないんだからね。ねえ、そうか、いやいや8年後には別のウイルス出てるんじゃないですか、うん、ね、いや今後はでもそういうことをちょっと、うん、だってこういうことがまたあったらまたこういうことになるわけだから、うん、いやちょっとなんだろうな、まあ、心配ばっかりしててもしょうがないんだけど、そうでもなんかちょっとね、なんかはっきりしないの、でも僕らはっきりするの本当は好きじゃないんですよ、うん、こういう曖昧できてます、ふわふわしてんだけど曖昧もこですもん、さすがにちょっともうちょっとはっきりしてくんねえと困るなっていうのはありますよね、うん、8年後ってかね、そうそうそう、うん、驚かしてしまいます、ね、いや今日の落語会も8年後もあると思いますよきっとね、うん、その間に7回あるけど、うん、じゃあ仕事にダメや、嘘です、こっちが、うん、言います、はい、こっちが7回やっちゃうじゃないか、その間、ね、そうそうそう、ぜひぜひ、はい、もう、うん、うちはもうどんな大変でもあのできる算段がもうここはありますから、うん、はい、あの中止になりませんので、いはい、はい、まあ私がかかったとかね、うん、あと火事とか気をつけてくださいね、火事 ね、はい、空気乾燥してます、ここ燃えちゃっちゃもうやれないですか、大丈夫と思います、うん、この間あの煙探知機の電池が切れて、じゃあ大丈夫じゃないですか、いきなり警報がピッピッピッって言い出して、うん、なんだろうと思って聞いたこともないやつ、よく調べたら煙探知機で、はい、今もバッチリバッチリもう今入れ替えましたから、はい、もうあと10年大丈夫ですか、素晴らしい8年どころじゃないですよ、そうですよ、そうですね、こういう我々割とこう緩いスケジュールで動いてる時に、うん、ここでなんかちょっと面白いことやりたいですよね、まあそうですね、なんかね、はい、うんうん、なんかいつものこうコンサートや、うん、それから落語会じゃなくて、うんうん、なんか面白いことできないかなと思うんですよね、いや僕ただここでねみんなで楽しくおしゃべりするとかね、いやだって仕事、うん、あんまり仕事好きじゃないんで仕事じゃなくてここでみんなで楽しいことできないかなとか思ったりするんですよ、こんないいさスポールが、まあまあそうですね、あの、うん、まあこう野望としてはね、うん、要するにこう音楽と落語と、うん、はい、ごちゃ混ぜにして寄せみたいにやりたいですよ、定席みたいな感じ で、 いいですよ、ね、うん、演奏家も行って、うん、様子見て何やるか決めるみたいな、うんうんうん、かなり演奏家の方にその
負担はかかるんですけど、そうでしょうね。で、上丸さんが歌うとかね。歌うとね、もうアカペラで。ああ、で、伴奏しますよ。それでお金もらえそうですよ。だからそういうことも考えているし、まあそうで、来年がね、あのうちはプリモは10年なんですよ。10周年か。やった。ああ、そうだそうだ。ですよ、俺は。10年なんです。なのでね。またちょっといろいろね考えようと思っていて、はい、いろんな企画が出てくるでしょうね、はいはい、僕のアカペラ以外でお願いします、うん、それでやりますか。いやそれは誰が喜ぶんですか。誰が来るんですか。親戚も来ないですよ。いや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 、三条亭夢丸リサイタ ル、ここにこう土管を置いてね、長所夫人美顔箱を置いてジャイアンみたいな、ことをねやろうと思っていますので、うん、いやちょっと楽しみだから、そういうことを考えられる、うん、なんとなく雰囲気になってて、うん、まあ今ほらまたなんか怪しいオミクロン株とかって言ってっけどさ、うんうんうん、まあでもちょっと今もう暮れだしね、うん、来年に向けてなんか楽しいことを考えたいですよね。いやそうですよ、そうですよ、うん、来年もあれかって思って年を越したくないですよ。いやいやいや、楽しい企画お待ちしてます。ああ、嬉しいですね。どうにかなるでしょうと思いながらこうやって今まで生きてます。そう、なんとかなるさって。どうにかなるんですよ。なっちゃいますね。なっちゃいましたね結局、うんうん、なるんですよ。だからまあその、なんていうの、だからその、それね、そればっかり頼っちゃいけないけど、うんうん、まあでもなんか一生懸命頑張ればどうにかなるぐらいのつもりで、ね、やってますけど。そうですね、そうだって楽しい商売じゃないですか、僕らお客さんを楽しくする商売なのに、自分たちでこううなだれてちゃね、いつまでもこういうわけにはいかないから、うんうん、俺たちも楽しいことしたいし ね、はい、でもなんかそう考えましょう、うん、こうひたすらここでずっとだべって喋ってるとか。そうそんなんでもいいと思う。いいんですか、いいんですか、それは。そんなの今しかできないんですよ。まあですね、ちゃんとコロナ禍が終わっちゃうとできないですよ、そういうこと。この中途半端な時になんかね、へんてこなことをしてみるっていうのがいいと思うんだよな。でね、もう今日もほら、あの、これを、このアフタートーク自体ね、要するにほら、うん、公演が終わって、うんね、飲みにも行けないから、はい、暇だしこれやりましょうって、さばらしい、そう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 、やってたんですけど、まあこれはこれでねすごい人気なんですよ、うん、あの好評なんですよ。だアフタートークを生でお客さん入れてやればいいんですか。アフターじゃないですよ。いやだ、やらないんですよ。アフターしかありませんみたいな。最初からアフターと、最初からアフター、うん、それもありかもしれないですね、うんうん、でね、ほらもう今とりあえず、はい、お店も夜までね、うん、開きます。もうね、東京は普通にやってますよね、はい、うん、ありがとうございます。アフタートーク毎回面白いですから、後藤さん嬉しいね。後藤さんですよね、これ多分ね、510ね、うんうん、そうアフタートークは毎回面白いですってちょっと引っかかりますね、うん、本編はどうでしたかって、うん、いやいや疑問はあるんですけど、本編があってのアフタートークですよね。そうそうそう、でもね、この生配信今日やったじゃないですか、うん、もう生で見てる人って意外と少ないんだよね。あ、まあまあそうなんです。後から生から終わって何日かアーカイブが残るんだけど、うん、そこで見る人が意外と多い、うんうんうん、それは僕もやっててそうですね、うん、傾向として。そう、まあ、うん、それ利点ですもんね、好きな時間に。そう、その通り、うん、だけどまあ何日か間だからそのうちには見なきゃいけないけど、うん、やっぱりこの金曜日のこういう時間は他にも用があったりとかするから、うん、だからチケットだけ買っといて後でゆっくり見るっていう人もいるんですよ、うんうん、そうなるとね、アフタートークから先に聞いて本編を見るっていう人も、うん、まさに後藤さんそれです、うん、本編は後で拝見します。本当だ、よろしくお願いします。今日のネタはね、結果後藤さんもアフタートークではないってことですよ。そうプレートークだね、うん、ちょっとやったら、じゃあさっきのネタ。あ、本当ですか。結構かかるよ、大変ですからね、大ネタを2回公演にはなると思う、うん、そう、うん、ドガーンといきますんで、はい、後で楽しみに見てください。今日のでも鳥のネタはやっぱ大ネタなん、僕はだからさっきもやっぱお話ししたんですけど、うん、本当は長いんですよね。長いんですよね、もっと長い人もやると、うん、そうなんですか。私も教わった感じがまあ大体あれぐらいの尺だと、うん、まあ、30分ちょい、うん、僕やると45分はかかる。ああ、そうなんですか。僕もやりますけど、もう忘れちゃったけど長いんだよ、本気どっくりは。サンドスケ師匠が落語協会じゃないですか、うん、はい、我々芸術協会なんですけど、はい、芸協は比較的全てのネタが短いです。ああ、そうなんですか。3分の2、うん、ないし半分ぐらい、そういう傾向がありますね。いや別に長いからいいってわけじゃないんですよ、うんうんうん、
ただまあそうやってなお客さんにこう、まあ、だ短いってことはねやる機会が増えるってことなんですよ、うん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 、だって僕は45分かかるからめったなことじゃできないのよ。まあそうですよね。でもちろん短くやることもできるんですよ、うん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 、だけどなんていうのかな、なんかこうああいう話はゆっくりで、うん、そういう時にやればいいかなっていう話になっちゃってるんです。ああ、なるほど、ね。うん、寄せの取りとかではできないんだからね。まあまあ、やったらね、長い。うん、まあ短く刈り込んでやるか、あるいはそういう時間をたっぷりいただいてる時にやるっていうことになるんだけど、ね。なあ、そうなんですね、うん。一番長くかかるのって話っていうのは、まあもちろんいろいろあるでしょうけど。延長ものとかじゃないですか。延長ものとかじゃないですか。だから一一晩じゃ終わらないから。続きで続きでやる、ね。連続テレビ小説、ね。なるほどね。僕が持ってるネタで一番長いのは50分ぐらいかな。うん、三井の大根。三井の大根。あ、三井の大根か。現役だと23分ぐらいですかね。え、うん、分七とか。分七もちゃんとやるとすごい長いよ、うんうん。僕のおみきどっくり聞いてくれたから。あ、すごい。そうか、三田落語会でやったな。ってことはあれ、なんだろう、iTunes ミュージックストアとかで買えるんだ。あ、そうなんですか、うん、へ、発売されてるはず、はあ、ぜひお買い求めください。あまり比べないようにいや、難しい。あれさ、言わなきゃいけないセリフがちゃんとあるから困るんだよね。でもあれ、あるじゃないですか、なんか道中漬けみたいなのあるじゃないですか、うん、あれがないんですよ、うん、僕も取っちゃった。間違えた。もともとないから、ラッキーって、うん、さても大津やなんとかなんとかってね、あ、そうなんですか。要するに、上方から江戸へ帰ってくる間のその宿場を全部言うのよ、言い立てで。間違えるよ、そんなんね。うん、何にもなく帰ってきましたね、なんか。そうですね、それでいいんですよ。落語は省略の芸だから。いやいや、なんかこの、なんかこう神のお告げみたいなところも差し掛かるとドキドキしますから、うん、そうそう来るぞみたいな。そうそう、前菜だけで済めば一番いいんだけどね。前菜しか覚えられないんだけどさ。面白いですね、でもね。あんなのさらわなきゃできないよ、怖くて。ということで、後藤さん、今日の鳥はね、おみきどっくりですから。もういや、すいません、バラしちゃいました。大丈夫です、大丈夫です。うん、そう、いやいや、でもね、なかなか今日は面白い。割と最初は割と小気味いい感じで、こう、ね、ネタがね、そうそう、うん、すごくいい。そうね、はい、まあ、それも、だから、ここ来てから、なんていうの、2人で、なんとなく決まっていくもんだから。それは本当に分かんないんですよ、うん、ここ来るまでお互い何するか決まってない、うん、それがすごいですよね。だいたい普段は30分ぐらい前からこう何しようかなってこう考えたりするんですけど、うんうんうん、やっぱアイさんもうトークが上手いから喋っちゃうんですよ、うん、もう5分前でもあれ本当に何喋ってきますよ。いやいや、だ久しぶりだから喋りたい。 でも本当に出囃子になっちゃって、まだネタ決まってないのに出囃子になっちゃってさ、で何あーっつって、あーって言いながら出てったんだよ。そうなんですよ、ね、あーっつってね、なんかやってたよ、ね、なんか思いつき喋ることない申し訳ございません。でもそれもまたね、僕らはいいんです、その場の、そういう日なんですよ今日。そういうのがな、うん、我々はできないからな。で昨日ね、なんか、岩井丸さんからしてよろしく、ぴょんみたいな、うんうん、はいはい、そういう、そんな、そんな慣れたメールが重厚な、よろしく、何卒よろしくお願いしますう、ね、そういう来たから、僕が返事に、明日鳥だぞ、ぴょんって返したんですよ。なるほど、なるほど。だから、それも昨日決まったわけでね。うんはいうん、いやいや、非常に楽しい。今年も楽しく、うんはい、いつもそうやって僕ら準備してんですけどね、うんうん、だから中止になると嫌なんですよ。いつでもどんと来いっていうつもりで日々ね、うんうんはい、まあ、稽古ってほどではないけど、うん、いろいろ取り揃えて皆様のお越しをお待ちしてるわけですよ、うんうん、楽屋入ってネタ上見て、あ、いやもうできないって言っときもありますよね。直近でネタが出てるって、だからいろいろ引き出しをご用意してるわけですよ、うんうん、でそうやって日々仕事があればそれが生かされるわけで、うん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 、ないと どこ何のためにそれをやっていいか分かんないじゃないですか、うん、なるほどね、うんうん、だ僕今年だって8月なんて僕一席しか落語喋ってないんですよ、うん、そのために私は8月をどうやって生きればいいんですかって話ですよね、うん、やっぱり聞いていただけるからこそ、うん、こう、まあまあ、そうですよね、聞いていただけましょうと、ただ独り言の多いおっさんになっちゃうの、うん、それは同じですよね。お客さんがいないとやっててもなんか多分話し方は特にそうだと思うんですよ、うん、だから音楽はさ、うん、演奏してること自体が楽しいってことあると思うんです。まあまあまあ確かに自分で練習してても、うんうん、落語ってうちで稽古してて全然楽しくないですよ。
僕もあまり練習楽しくないです。そうですね。死ぬ気の感じの修行者。いやまあできればそう本番だけであってほしいですよね。でもそれだけじゃできないから、うん、やっぱり練習するわけだけど、本番にしか喜びはないですよね。そうですね。うんまあ、確かにそうですね、うん、ということでね、そろそろほら10時が近くなってますね。あのお店10時に予約してあるんで、あ今日は飲み行けない、はいはいはい、あいいんですか。そうそう飲めるよ、ついに。そうおや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 、大手を振って、はい、そうですそうです。でここで皆さんと一杯やりながらアフタートークを生でやりたい。それはいいですね。こでちょっと考えましょうか。フォークシンガー、はいはい、うん、公開落語はやりませんっていう。そうか、やんない方が俺は楽しい。そうですか、いきなりの面だから。あそうか、うん、僕5分ぐらいやっていいですか。あそうか、いいよ俺もなんかやるから。じゃあ一席ずつ軽くやって、あいいですね。あとは長々と、なんかそうですね、しりとりとか、まあはい、オセロとかやりましょう。ということで、はい、あの今年のプリモ落語会はね、ことこれではい、おしまいですね。おしまいでございました。来年も、はい、まあ来年はまた3月ですかね。決まってんだっけ。まだ決まってないですね。はい、はいはい、これから打ち上げてきます。はい、はい、また3月また日にちが決まったら、ね、もつ鍋半額、半額セールだし、ね、そう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 。中身半分だったらどうします。半額、それも半額って言わないですよ。そう、うまい棒とか、うまい棒とか実際にないです。ということで、はい、じゃああのあちらに向かってですね、こう手を振るとですね、そうですね、はい、終わりますので、はい、はい、ということでお疲れ様でした、はい、皆様お疲れ様でした。はい、ということで、はい、さようなら。この模様は私の YouTube でも出します。 YouTube で見られそうです。はい、またさようなら、来年。